日本宮城県仙台市青葉区中央中央は、宮城県仙台市青葉区の地名。1丁目から4丁目までが設置されている。郵便番号980の0021。北側を、広瀬通と元寺工事。西側を、東二番町通り。南側を、北目町通り。東側を、JR 仙台駅の駅舎及び起動時期等で、囲まれるエリアで、JR 仙台駅。 西口一帯、すなわち、仙台駅前と呼ばれる地域とほぼ重なる。東北地方最大の交通ターミナルを要し、仙台市都心部の中心業務地区の一角をなす。また、大型店が集積する、仙台駅前商店街、専門店が並ぶアーケード街、中央通り、平日ピルマに営業している、常設市場、仙台朝市などがあり、 当地の西側に位置する一番町と並ぶ中心商業地区でもある。ビルの上層階や地下には飲食店も多く、東北地方最大の歓楽街、国分町には及ばないものの集積度が高い。高層ビルが立ち並び、JR 仙台駅のペデストリアンデッキが網の目のように上空を行き交い、青葉通り、駅前通り、南町通り、あた上杉通りなどの大通りが地上を縦横に、 走り、地下では JR 仙石線の青葉通駅、仙台市地下鉄南北線及び東西線の仙台駅が交差し、その間を仙台駅東西地下自由通路をはじめとする地下道が網の目のようにつなぐ道線が立体的な外区である。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。桜や百貨店仙台店北を広瀬通り及び、 元寺工事、西尾、あたごかみすぎ通り、南尾にいでら通り、東尾大む JR 仙台駅起動時期で囲まれる、外区にあたる。JR 仙台駅、東口側にも、旧仙石線仙台駅前の東六番町の一部に、中央一丁目がある。北東端には、宮城の橋がある。詳細は、仙台市都心部、新学生街を、山椒北を広瀬通り、西尾、 東二番町通り、南を青葉通り、東を、あたごかみすぎ通りで囲まれる外区にあたる。七十七銀行本店北を青葉通り、西を、東二番町通り、南を朝市通り、東を、あたごかみすぎ通りで囲まれる外区にあたる。北を朝市通り、西を、東二番町通り、南を、北目町通り、東を、あたごかみすぎ通りで囲まれる外区にあたる。 南東端の交差点は、旧陸道の辻。本町類似地名も参照仙台市内には、中央と名の付く地名がいくつかあるので混同注意。なお、泉中央と八乙女中央は、七北、田川を挟んで接している。ありがとうございます。